次はイタチの仲間。イタチの仲間？怪獣館なのに？では先ほどのアザラシたちと同じ北の海に住むイタチの仲間から紹介することにしよう。ふわふわの毛に空気をためて浮き輪のようにしておるのじゃ。潜ったり背泳ぎしたり泳ぎも得意なのね。こちらのラッコたちの食事にはまた違った見どころがあるのじゃ。驚くのはまだ早い。それ見てごらん。あれ？板がガラスに張り付いちゃった。これじゃ食べられない。うわ、すごいジャンプ。やったね。こんなに高くても大丈夫かしら。深く潜ってスロー。名付けてイカ耳ジャンプ。運動不足の解消に飼育員の方が考えた秘策なのじゃ。では次の演技。すごいスピン。まるでフィギュアスケートみたい。あれ、この小さくてすばしっこいのは？世界で一番小さいカワウソ、コツメカワウソじゃ。海ではないが、沼や湿地帯などに住んでおる。泳ぎの得意なイタチの仲間じゃよ。よし、お魚をゲット。すごいね。小さな前足じゃが、指が長くて器用なんじゃ。指先の小さな爪が名前の由来じゃよ。